いや、また買っちゃったよ。ユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーション。先週ユニクロ U 買ったばっかなのにな。これまた怒られるな。だけど結構良かったんだよな。これはもう全力で YouTube で皆さんにご紹介するしかないな。ということで、皆さんこんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、こちらですね。昨日10月13日金曜日に発売されましたユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションラインですね。こちらを実際に購入してきましたので、皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。まあ、先日も事前にですね、ユニクロのサイトを見ながらこのコラボレーションの解説をしましたが、まあ、その答え合わせとして今回の動画ぜひ皆さんにお楽しみいただきたいなと思うんですね。まあ、今回のコラボレーションは第2弾ということで、まあ、2年前に続いて結構似たようなモデルなので、まあ、正直買うのどうしようかなと迷ったんですが、ここは YouTuber の血が騒ぐと言いますか、まあ、実際にですね、物が良かったので実際に購入をして皆さんに解説ができればなと思っています。まあ、今回は2型ですね。ダウンとフリース、この2型なんですが、まあ、それぞれカラー展開がいくつかあるので、その中でどれを買ったのか、ここがすごく重要かなと思います。まあ、きっと皆さんも、まあ、僕自身がどれを選んだのかも気になると思いますし、どういった色の特徴があるのかっていうところもリアルな意見を聞きたいなと思ってるかなと思うので、まあ、今回は本音でしっかりとお話をしていきたいなと思っています。また前回の2年前のモデルとどういったところが違うのか、このあたりも含めて丁寧にお伝えしますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説をしているので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここから具体的にですね、僕が買ったものを皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目ですね、今僕が着てるのは、商品名はですね、リサイクルハイブリッドダウンジャケット、色はですね、3色展開なんですが、ブラックを購入しました。ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、今回選んだのは、L サイズになります。価格が7990円ということで、まあ、こういったですね、しっかりと冬でも着れるようなアウターが8000円前後で買えるというのは、かなりコストパフォーマンスの面でも優れているかなと感じています。まずはですね、全体のデザインなんですが、これは完成度は非常に高いです。ただですね、2年前のコラボレーションラインと比べてもですね、そこまでデザイン的な違いがないんですね。大きな違いとしては襟元ですね。僕が今着ている今年のバージョンはスタンドカラーになっています。襟元に現代的な要素がちょっと追加されてるかなと思います。ただ2年前のスッキリとしたノーカラーバージョンも個人的には大好きなので、まあ、そちらも活用したいなと思ってるんですが、襟元がよりこう現代的なスタンドカラーに変わりましたよというところが大きな違いになってるかなと思います。まあ、ユニクロの定番的なライトダウンと比べると、デザインはミニマルなんだけども、随所にホワイトマウンテニアリングらしいですね、ちょっとしたアクセントが添えられていて、そこがですね、服好きにもすごくたまらないポイントなのかなと思っています。サイズ感はちょっとゆとりがあるんですけども、ただですね、個人的にはちょっと M だとややコンパクトかなと思ったので、まあ、あえて今回はワンサイズ上げました。2年前のモデルは M だったんですけども、気持ちコンパクトめのような気もしたので、このあたりのサイズに関してはぜひ皆さん実物を試着しながら検討してみるといいかなと思います。まあ、ベーシックにいつも通りのサイズを選んでもいいと思いますし、まあ、トレンド感を楽しみたい方はワンサイズアップでもいいのかなと思うので、まあ、そのあたりはですね、ぜひ試着をしながら検討していただきたいなと思います。まあ、このキルティングの雰囲気がすごく良くて、波のような形になったキルティングですね、このあたりが個人的にはミリタリーっぽさも感じますし、通常のダウンとはまた違った雰囲気で、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思ってます。で、縦に走るこのジップですね、このあたりもですね、デザインのアクセントになってます。まあ、両胸についていまして、縦に走るようなジップ使い、これもいいですし、で、素材感なんですが、割とこう適度なシワが入るような形で、少しこなれ感があるような雰囲気なんですね。このあたりは好みが分かれるところかなと思うんですが、個人的には結構好きですね。張り感のあるピシッとしたダウンも好きなんですが、ちょっとこのようなシワ感があった方がちょっと着古した感じが出るので、なかなかですね、服好きにとってはありがたいポイントになってくるのかなと思います。で、前作との違いで言うと、気持ちですね、前作の方が膨らみ感があったかなという感じがするんですね。着た感じが丸みがあって、もうちょっとですね、ダウンの量で言ってもふっくらしてたんですが、まあ、今回の方が割とですね、ボリューミーな感じという
ていうのがそこまで強く出ないので、このあたりは好き嫌いが分かれるかなと思います。肌触りも前回の方が少しつるっとした感じで、今回の方が割とパリッとしてるかなと思うので、このあたりもですね好みが分かれるかなと思うんですが、個人的にはこの感じもすごく好きなので、まあぜひ皆さんにもおすすめしたいポイントかなと思っています。でカラー展開3色あったんですが、どれ買おうか迷ったんですけども、これはですねベーシックなブラックで僕は間違いなかったなと個人的には感じています。前回選んだのがオリーブなんですけども、着用するとこんな感じですね。これもねすごく曖昧なカラーで好きなんですよ。オリーブなんだけどもちょっとブラウンっぽさも感じるような曖昧な色合いで、ミリタリーっぽいようなカラーなんだけども品もあるというところで、すごくいいカラーだったなと思います。で今回のオリーブに関してはまたですね2年前のものとは違って割とグリーン味が強いんですね。深めのオリーブというよりは割と明るさを感じるようなオリーブだったので、このあたりは好みが分かれるかなと思いました。個人的には前回のオリーブの色味がめちゃくちゃ良くて、この2年間ガンガン活用したのでそちらの方が好きだったので、今回はブラックを選択しました。またブラウンもあったんですけども、これもですねブラウンの中でも深みがあるというよりは割と明るめのカラーだったんですね。まあ、サイトの方でも同じオリーブだとかブラウンでもスタジオで撮影してある状態と外で撮影してる状態では色味の感じ方が全然変わってくるかなと思うんですね。個人的には外で撮影してるようなオリーブだとかブラウンに近いような感覚で、もうちょっと濃かったらオリーブとかブラウンの選択肢もあったかなと思ったんですが、個人的にはやっぱりこうユニクロコラボレーションラインっていうのはどうしてもこうカラーが鮮やかなものだとかちょっと面白みのあるものに飛びつきたくなるんですが、飽きずに長く使えることを考えるとやっぱりですね王道のブラックが間違いないのかなと思います。特にオリーブだとかブラウンはちょっとした色味の違いで高見えしたりだとかちょっとこうそう見えなかったりだとかそういったところが分かれるので、個人的には今回はブラックで鉄板を押さえておきたいなと思いました。まあ、ぜひ皆さんもですね店頭で自分の感覚にフィットするかどうかというところをまずは検討していただければなと思います。ベースのデザインはもう間違いなくかっこいいので、あとは色選びだけですね。ここが個人的には大人の男性であればシャープに見えて、なおかつ一過性のものではなくて長く使っていただきたいという感覚もあるので、ブラックが一押しかなと思うので、よかったらチェックをしていただきたいなと思っています。ちなみに着こなしなんですが、今回はですね内側に白 T 着て、その上にですねデニムのバンドカラーシャツを着てですね、その上にこちらのハイブリッドダウンジャケットを着てみました。まあ、本当にサクッと羽織れるのでワンマイルウェア的に着ることもできますし、ちょっと小綺麗なシャツのスタイルと合わせてもバランスも良かったですので、いろんな着こなしが想定できると思います。ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。はい、続いて2点目はこちらですね。フリースフルジップパーカー、価格は4990円ですね。サイズは M サイズ、色はですね4色展開なんですが、こちらもですねブラックを選んでしまいました。我ながらですね遊びのない男だなと思ってしまったわけなんですが、それぞれの色を全部着てみてですねしばらく悩んだんですね。まあ、正直ですね先ほどのダウンに関してはおそらくブラックになるだろうという予測をしてたんですね。ですのでこちらのフリースに関しては前回もブラックを購入したので、今回はオリーブかブラウンどちらかにしようかなと思ってお店に行ったわけなんですよ。で実際に着てみたらどちらもすごく良かったんですね。先ほどのダウンと違って結構深めのオリーブでしたし、ブラウンもですね上品な深めの色合いだったのでどっちも良くて、最後まで迷ったんですが、まあ、最終的にはフリースというカジュアルなアイテムで、今回はさらにはフードがついているということで前回よりもさらにカジュアル度は上がってるんですね。まあ、そんな中で色で冒険をするよりはブラックでなるべくですね長く使いたいなということで、ここも定番色を選んでしまいました。動画的にはやっぱりですねホワイト選んだりだとかブラウンだとかオリーブのようなちょっとですね映えるようなものを選んだ方が絵にはなるんですが、ここはですね僕の悪い癖でもあり、なおかつ、まあ、リアルなところを僕は追求したいなというのがあったので、まあ、あえてブラックを今回は購入しました。この色であれば実際に2年間ですね前作も使ってきたというですね実績もあるので、間違いなく長く使えるかなと思っています。で大枠のデザインは前作とほとんど変わりません。着てみて比較をしてみたんですが、この辺りはすっきりとした襟元からフード付きになったということで大きな変更があったというところですね。それ以外はですね結構デザイン的には
ほぼ変わらないかなと思います。毛足の長いフリースとスライトしたフリース、この2つを使っていて、この素材使いでちょっとした面白みを出すというところは、さすがホワイトマウンテナリングらしいなというディティールで、個人的にも大好きなんですね。で、胸の部分にはポケットがついていまして、こちらにはつるっとしたポリエステルが使われています。もちろんこちらにもジップがあって、このように開閉ができるのですごく便利ですし、まあ、デザイン的にも一つアクセントになってるかなと思います。まあ、サイズ感も含めて前作と非常に近いんですけども、程よくゆったりさがあるので、これはですね L サイズにしなくて M で十分だったかなと思います。で、このフードがあった方がいいのかない方がいいのかってところは結構意見分かれるかなと思うんですが、正直僕は襟元すっきりしてるものの方が好きだなという印象があったんですが、実際に着てみたらこれはこれでめちゃくちゃいいんですよね。よりこうアウター的な感覚で、これをですね一番外側に持ってくるようなスタイリングが使い勝手がいいなと思いました。またこんな感じで先ほどのダウンと一緒に重ねて着ちゃうというのも意外といいと思うんですね。その場合にやっぱりですね、ダウンの方は少しゆとりのあるサイズ感の方がレイヤーが組みやすいので L サイズで良かったなと思っています。まあこれはですね、どんな機会に使うかっていうのはある程度僕の中では見当がついていまして、まずはワンマイルウェアですね。今 T シャツの上にさらりと着ていますが、こんな感じで近所を歩く時とかにめちゃくちゃ便利なんですよね。さらりと羽織れるし、フード付きのパーカータイプということで、このあたりのカジュアルさも普段使いにはめちゃくちゃいいなと思いました。そしてもう一つのシーンなんですが、もうキャンプですね。ここでめちゃくちゃ活躍したのはこちらのフリースのシリーズなんですが、さらりと消えて暖かいというところではフリースはまさにアウトドアだとか外遊びのシーンにはすごく活躍してくれるので、まあ、ぜひ皆さんも一着持っておくといいんじゃないのかなと思います。で、今回はですねフリースブラックを選んだので、まあ、ボトムスはちょっとオリーブ系のものを選んでみました。ユニクロ U のパラシュートカーゴパンツのオリーブですね。こんな形で、まあ、上半身がブラックの場合は内側ちょっと明るいホワイトにしてあげるだとか、まあ、ボトムスで変化を持たせてあげれば、まあ、単調な着こなしにならないので、合わせるもので工夫すればブラックでもですねかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。で、今回はちょっとキャンプを想定したので、いつも僕はキャンプの時にこのようにキャップとメガネは欠かせないので、このような形でコーディネートを組んでみました。なかなかこれは使いやすいんじゃないのかなと思います。一度買えば数年単位で使えますし、意外とフード付きが着てみるとじわりじわりと自分の中でも評価が高まってくるのを感じていまして、襟なしのスッキリとしたものもいいですが、アウター感覚で1枚で着てなおかつ様になるという点ではこれ使い勝手いいなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では10月13日金曜日に発売になりましたユニクロとホワイトマウンテナリングのコラボレーションラインですね、こちらの商品を実際に購入して皆さんですね本音でレビューをしてみました。まあ、正直2年前のモデルとそこまで大きくは変わらないので、僕自身も買うかどうか迷っていたんですが、まあ、実物を見て試着をしてみたらやっぱりですね細かな部分でアップデートを感じられましたし、襟の部分の違いですね、ノーカラーだったものがスタンドカラーになったりだとか、すっきりめの襟型だったものにフードがついてるだけでまた使い勝手も変わってくるかなと思いました。ですので僕自身も実際に購入をしてすごく満足しています。ユニクロには様々なコラボレーションラインがあるんですが、その中でもホワイトマウンテナリングのコラボレーションモデルというのは派手さはないんだけども確実に使えます。そして普段のユニクロにはないような魅力も感じられて、だけどもクロート感もしっかりと漂うようなもので飽きないんですよね。この点はまさに僕自身がこの2年間で実感してきているので、まあ、自信を持ってお勧めできるようなコラボレーションラインかなと思います。まあ、ぜひ皆さんも様々な色をですね店頭で試着をしながら気に入ったものを長く愛用していただきたいなと思っています。僕もですねワンマイルウェアからキャンプウェアとしてガンガン使っていきたいなと思っています。まあ、今回動画を見ていただいて気に入っていただいたらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。